新年明けましておめでとうございます。ユーマオカルトチャンネル2代目編集スタッフ観光用です。いやー、ついに年が明けましたね。2023年、今年も、この中澤武史のユーマオカルトチャンネル引き続き応援よろしくお願いします。ところで皆さん、大晦日は何を見ていましたか？やっぱり定番の紅白ですかね。でもこのチャンネルの視聴者の皆さんが見ている紅白はこちらだったのではないでしょうか。緊急検証、国取り海村キングダム第7回紅白オカルト合戦というわけで、今回はこちらの番組の舞台裏を皆さんにお届けしたいと思います。お楽しみに。おはようございます。いやあと3分で現場入りしないといけない幸先が明るく不安でいっぱいですけどまあでもこの動画が公開されてる頃は、はい、もうどこで撮ったかとかバレててもいいと思うんであれですけど、ウルトラマン商店街をね、はい、通って現場行くっていうのはちょっとなんか特オーターの勝利を特オーターでオカルトも好きな人間を応援してるような感じ。そうですね、はい、今日は頑張ります。はい、宇宙人カラオケ大会。もっとちゃんとした仕事でご一緒したい。本当にマイナス意見が一切なかったって言ってましたよ。いや、僕はマイナス意見見つけましたよ。ツイッターで検索してたら、宇宙人カラオケ大会。今一人だけですけどね。はい。私リハということでですね。はい。はい、まあ、お医者はまた大丈夫なので、はい、そのままちょっと台本持って、はい、スタジオの方に行こうと思います。すごい、すごい。すごい。田中さんに。つけてるとやりにくいですよね、メイク。そうね、これはさすがにね、はい、ジャケットはいいよ、いいよ、つけた方がいいですよね。あ、どっちでも大丈夫です。本当？でもつけた方がいいよ。あ、そうですか。はい、マスクを外してもらっていいですか。了解です、はい。そうですね、だから菅さんの僕はいいんで、山口さんのメイクをがっつりと僕のメイクなんてどうでもいい。今2人のメイク同時に映ってるんで、はい、鏡で、はい、ちょうど山口さんの顔が変わっていくところ。なんでだよ。いやだってメイクってそういうことじゃないですか。顔変えていくタイプです。お前、俺の息子の顔見ただろ。なんか俺のオリジナルの顔はああいう可愛い顔なんだよ。なんかちょっとパパから想像つかないイケメンの。見たい、見たい。山口さんお子さん見たい。いや、本当に可愛いしかっこいいです、山口さんお子さんも。見たい、見たい。本当に今失礼だろ。え、何も失礼なことできないじゃないですか。まあ、見たいな。将来ジャニーズ間違いなしって。見たい。ジャニーズで人気が出て女の子がいっぱい夢中にした後オカルトをやるっていう新しい、そういうのを戦略を背負ってるんですね。そうなんですよ。何オカルト部分。これ中澤のヒゲ剃り？はい。でももうメイクしちゃったんで使えないですね、ヒゲ剃り。あ、これが鋼鉄のヒゲを剃るという。めちゃくちゃ安いヒゲ。そう。鋼鉄なんですか、ヒゲが。もうでも田中さん普通のヒゲ剃りだったら壊れるから。でも田中さんみたいに、いや、そんなわけないですけど、田中さんみたいにヒゲ微妙に残す方が難しいですよね、調整ね。あ、でも僕この辺があんま出ないんだ。はい。え、そうなの？生えないの？これ。はい、生えないです。こことここだけです。まるでヒゲを伸ばすために生まれてきたよね。まあでも田中さんヒゲ似合ってます。お願いします。
オカルト研究家の山口敏太郎さん率いる白組の皆さんです。よろしくお願いします。はい、大将の山口さん、3年ぶりの紅白ということなんですが、今年の意気込み、どうしましょうか。まだまだ世代交代が させられる。はい、中澤を入手する。はい、まあ、うちはもう、はい、今、専門家が来ましたけど、もう、いぶし銀座の知識の塊をね、はい、我が社に付けたり。プレッシャーをかけましたね。はい、さあ、そしてですね、さすがにこう触れずにはいられないんですが、はい、ちょっと後ろにパネルのプレゼンターがいらっしゃいますけど、これミスワイワイ、ミスターワイワイ、これ、まあ、大体こういうケースの場合はミスター X になるはずなんですけど、ミスターワイワイということ、まあ、ちょっとしたらヒントになってるかもしれない。イニシャルですか。イニシャルっぽい。はい、こちらもどなたのか楽しみですね。はい、よろしくお願いします。さあ、対するはユーマ研究家、中澤武さん率いる赤組の皆さんです。よろしくお願いします。中澤さん、はい、3度目の大賞ということですが、ちなみに過去はですね、2回連敗という、はい、今回は大丈夫ですね。今回でも、まあ、はい、過去最強のチームに出来上がってる、はい、それだったらもう、それで優勝しなかったらもう誰と組んでも優勝できない。大丈夫ですか。紅白初のワンテープね、はい、大丈夫です。はい、まあ、海豚といえばっていうのは、うん、はい、頑張っていただきたいと思います。ビンちゃんの奥さんが提案して、で、かっこいい、あの、散髪してもらって、かっこいいですね。散髪したついでにこれやってもらう。え、今よ、今、今、初めて。これ緊急検証用やね。いや普段はこの髪型ないんですね。ない、今日初めて。で、あのプロデューサーに内緒で散髪してもらってたんや。いや、だって僕、あの、午前中メイクさんに、飛鳥さん髪切るんですかって言ったら、そんな時間ないですって言われて。いや、無理やり入れてこんの。いや稼いでるんですから。これ、リンちゃんの奥さんが、三つ編みしたらって言ってるからとか、お、面白いねって、ロリリになって、じゃあ、これよりも、やっぱ一本の方がいいだろうってやったら、この方がいいけど、うん、新しい飛鳥橋ができた。緊急検証バージョン。大丈夫そうですね、普段は。そのうちにね、真ん中だけ一本だけ白い線を入れてる。真ん中に白い線。これ普段と大丈夫ですよ。さあ、今日は厳しくジャッジするぞ。怖いです、怖い。飛鳥さんの厳しいジャッジ、怖い。飛鳥先生、中澤に甘いんじゃないですか。そんなことないですよ。いや、全然甘いからね。そんなことはない。俺さ、無理やりさ、これからね、俺サイエンスエンターテイナーじゃん、はい、で、オカルト界のエンターテイナーって彼しかいないから、もう俺はね、もう勝手にね、山口敏太郎はオカルトエンターテイナーって名前つけた。ああ、これはもう2代目ですか。いや、本気サイエンスエンターテイナー、オカルトエンターテイナー。山口さんはオカルトエンターテイナー、まあ、オカルトエンターテイナー誰もいないんだよ、まあ、日本で。確かにオカルト研究家はいっぱいいますよね。だから、オカルト界のエンターテイナーだよ、うん、最高峰や。最高峰、本人エンターテイナーから断られへんで。
お疲れ様です。ちょっとゲスト打ち合わせをしてます。はい、行きます。お忙しい。厳しくジャッジすんぞ。自分付けはしないから気が楽でいい。楽しそうなポジションですよね。ということで、非常に申し訳ないんですけど、今回僕が大賞っていうわけです。いや、いいです。いやいやいや、これは。僕も数日前に聞かされたんですけど、はい、このメンバーだったら、いやもう、まあ、年とか言う田中さん最初。ああ、年齢は。いやいやいや。でも、バッチリからね。それは本当なんです。でも早瀬さんも知ってるって、僕も相当汚い部屋に風呂に入ってるスパンは僕のが、でもね、本当に、でも本当に、同じぐらい汚いですよ。同じぐらいです、2人。あ、部屋？いや、同じぐらいじゃないです。どっちも、よく砂利ですもんね。砂利じゃないですね。砂利じゃないです。見れるわ。ちゃんと続いてます。砂利ですもん。ちゃんと掃除してます。膝ぐらいまで水位ありますもんね。どっちも。水没してんのよ。じゃあ、とりあえず僕ら2人は不潔だから、清潔にしてる早瀬さんが最初でもいい。いやいや、勝ってないですから、ダメですよ。あとね、スミさんが最初でもいいと思ったんですけど、今回ちょっと、ありがたいことに僕がそういう立ち位置になるので、ちょっと皆様の力を借りて、実は僕大賞で勝ったこと一回もないので、うん、はい、それを勝たせたい。勝たせたい、うん。今回もちょっと勝てる気がするんですよね。うん、メンバーもいいし、うん、あと僕のネタも実は結構いいんで、はい。まあ世代交代ですね。よろしくお願いします。明日も世代交代が。皆さん、いかがだったでしょうか？ということで、緊急検証シリーズ最新作、国取海村キングダムの裏側をお届けしました。こちらの本編の方は、昨日から無料公開中ですので、まだ見れてない方は、ぜひともご視聴いただければと思います。そしてですね、動画内でも紹介したように、上坂さんと中澤さんの下りですとか、あとは中澤さん、早瀬さん、田中さんの3人の赤組ボーイズ、こちら3人のやり取りを特集した回をそれぞれ、今後配信予定ですので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。